はガサコレモンです。本日紹介していくはこちら、ババーン、まるで吸血鬼ですねになります。はい、確かね、私は前回の環境かな、プレミアム前カードのプレミアム前とかに、まあ次の環境吸血鬼もね絶対増えると思うし強くなるよねってお話ししてました。はい、そしてね、プレミアム環境でもまあこのチビの調達者とか、バグり散らかしてねみたいな、そういう奴らも出てきて、もっと吸血鬼やるやんけと思ってたんですよ。思ってたんですけど、蓋を開ければ、まあびっくり。もっと化け物が存在してですね。怪物とかね、その辺の。もっとやべえ化け物とかが存在してて、まあなかなか勝てないんですけど、ただね、イゼット以外相手に対しては、まあそこそこアグロ戦略っていうのは結構今の環境には刺されちゃ刺さるんですよ。怪物出させないってどうすればいいかって、まあアグロでぶん殴るのが早いっていう手段になるんだよね。とかがあったりとか、まああとはね、まあアグロ系統が多いんですけど、こっちって威迫とか飛行とかが結構多めなアグロデッキであるってことで、まあ陣固まった時でも勝つことができるっていうのがこのデッキの強みなんですよね。はい、そしてもう一つ、まあ今回ね、地トークン生成手段っていうのがまあ結構少なめなんですけど、まあこの辺の美食家とかボルダーの凍結とかね、ただそれがそうと地トークンを使った先に強いカードっていうのは結構いて、生成手段が少ないんですが、まあ、このボルダーレンの凍結地も、まあ、22のコウモリは毎ターン生成することができるだったりとか、あとは、まあ、ドラキュラ城とかもね、結構並んでいくことで、まあ、ただタップするだけ地トークン生成したりとか、あと、こいつですね、2万3に勝つ地トークン生成して、さらに、タップ起動でマイナス X 修正、X 地トークンの数の2倍っていう、まあ、除去もできたりとか、結構使う先で強いカードが多いんですよ。はい。使う先で強いカードが多くて、まあ、ただ、地トークン出すカードが弱いっていう、まあ、弱点を抱えてるんですけど、そこもなんとかできれば強いのかなってことで、まあ、ツラウシのリンジってね、とか使った形になってます。はい。また、純粋にカードパワーとしては、カードのパワー、最低点は結構低いんですが、それでも、3人だったりとか結構優秀なスタッツですら多いんですよね。もっとバグり散らかしたスタッツの緑とか白とか、白段とか緑段とかがいるだけで、結構サイズ自体は優秀で、まあちょっとサイズは低い分も、歓迎する吸血鬼でもドローズに回したりとか、あとはまあフロリアンとかみたいな、優秀なカード自体は結構揃ってるってことで、まあ、戦うこと自体はできるんですよ。はい。で、まあもともとラクドスにしようかなと思ったんですけど、まあさすがにエドガーは入るのかなってことで、エドガーを入れて、まあ、ついでに歓迎する吸血鬼も入った形ですね。はい。ここに関しては、まあ、結構好きな枠でいいかなと思います。吸血鬼で、なんていうか、社交化を使うせいで、吸血鬼のドローっていうのはあんま融和しないんですよ。なので、まあ、ここは別のカードに変えてもよかったのかなって印象はありますが、まあ、それはそうと面白いデッキにはなったのかなと思うので、よければ使ってみてほしいかなと思います。はい、というわけで、本日このデッキ使ってランクマッチやってみました。勝率的には 75%、4分の3ですね。うん。4戦やって3勝した形。ただ、運が良かったから勝った試合が多かったかなと思うので、まあ、その辺に関しては、初版の方で解説していこうと思います。対戦の方へ、どうぞー。はい、対戦よろしくお願いします。まあ、知能差スタートのキープですかね。一応キープはしてみますけど、あんま強い手札ではないですね。できればもっとクリーチャーガンガン展開したかったですけど、まあ、そもそも後手番引いた時点でプレミなんで、これに関してはもう、考える必要はないですね。後手はプレミ。サリアは関係ないが、次のターンにボルバーンの美食化プラス社交化を置きたいので、これはこうですね。野心化。まあ、サリアにあんま打ちたくはなかったやつが、まあ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 、いいでしょう。まず美食化。で、社交化。これでこっちのサイズも上がるんで。野心化殴ってきたらダブブロでいいですかね。ダブブロで問題ないとは思いますと、多分、めんどくさいですね。野心化殴ってくるでしょ。俺はブロックしないです。相手土地詰まってるっぽいんですよね。私は土地しか引いてない方が問題なんですけど、とりあえずちょっと君の調達者置いていきましょう。調達者から入って、まあ、ドラキュラ城とかでなんとか、
あげれるなら OK かなみたいな感じですが、これ知能さんもう一枚いりますよね、勝つには。勝とうと思うと知能さんがもう一枚いると思います。いやこっちから入るの手だったと思うんですけどね、一応。こっちから入るのも手だったと思うんですけど、これも多分一旦チトン君切った方がいいですね。止まったってことは3コストの除去はないのかなって印象ですけど、まああったら終わるんで、野心化2枚目。これ野心化、66にして突っ込んでいきますね。ポータブルとかは多分ないですね、多分。ガリアオフェイス。サイズで勝てないんですよね。いや、これもしかないんで、調達者でブロックします。5点引いちゃってるんでね。あと、白の方がサイズがでかいんで、たまにこうやってサイズ落とさないと話になんないです。あー、知能差。これ引くなら、全然通しましたけどね。置いて、エンドか。いや、土地を買ずに知能感だったかな。まあ、収穫者で、相手の除去する可能性が高いので、このターンは。ありや。とりあえずチトークンは生成します。どっち落とすかって言えば多分こっちだよな。負けるって言ったら多分そっちしかないんで、3コス以下の吸血鬼引けた時のメリットがあるのでこっちはパクります。3コスト以下の引けた時のメリットがあるんで、まあ次のターンはってインジーで問題ないかな。スカイクリングの亡霊とかが増えちゃうとちょっとめんどくさいですけどね。秘金の保証も、これ多分秘金の保証取らないとまずいですよね。サリアは殴ってきます。殴んないんだ。辛い星のエンジ、そこの秘金の保証は取ります。多分このゲームにおいて秘金の保証が一番問題なんで、でボルバーレンの投薬、ターン1だからもう一旦待ってもよかったかな。まあ凍結してなんとかしていく形。まあ野心家が言ったので、その分相手のサイズ自体は結構上がりづらくはなってるはずなんで、3、2、ドラキュラジオ2個でチトークンからコウモリ作るのが一番綺麗でしたね。まあ一応何も引けなかったとしてもその動きができることだけ覚えとくぐらいでちょうどいいかなと思います。飛行だけで殴って形になりそうかなって気がしますね。そのプラン壊れました。サイズアップすることもできるんだよな。エンジーで血を食って2点ドレインをして遮光化出す動きもあるんですけど、まあこっちかな。凍結地でコウモリトークンを増やしていく形にするのがいいのかなって印象があります。このコウモリのトークン、こんな感じだったんだ。初めて使ってる。初めて使いました。まあ、3体になったことでレディに殴れなくなったんで、いや、これならもう殴ってよかったな。まあ、次のターンからですかね。コウモリの召喚士殴っていって、
で問題ないと思いましたが、そんなこと関係なくとんでもないこと発生しましたね。どうしますこれ。召喚士を落とすことはできない。まあコウモリは毎ターン1個ずつ増えるんで、こいつはちゃんとブロックしていいんですが、いやでも0点落とさないと上で通せませんよね、遮光管のためにも。まあ、言うといてまだ殴れないんで。もう殴ってきた。サリア止める必要あるか。それよりも一芝居のスカイマとかの方がまずいのではという疑惑はありますけど、こう、いいブロック。いや44もらいますか。69点投資はさすがにまずいかな。そうですね、6点までなら多分いける。ほい、チビンの収穫者遠くは出せるのと、サイズ上げがしたいかな。あ、これ別に5個だけも動くのね。なるほど。それは知らなかったです。それは私も知らなかったです。44通ってほしいんですけどね。言うて相手これ、敵対者ブロックできないでしょ。ブロックできないと思うんですよね。ですよね。で、収穫者。サイズアップ。エンド。サイズアップしたことでレーディンも殴れなくはなったんで、敵対者がもう一枚来ない限りはなんとかなるんじゃなかろうかという気もしますね。おっしゃるものの案内。野心家はまずいね。野心家はまずいですね。まあライフゲインができるんでまだあれですけどね。レイディンは止めなきゃいけないですか。とりあえずチトー君は生成しておきます。お、さすがおじいちゃん、完璧さ、タイミング完璧なタイミング完璧なタイミング。収穫者は切っちゃうか、レイレインを落としていくか、野心家を落としていくかですけど、まあこっちか。1234、ほい、まあ攻撃しないでいいかな。江戸川おじいちゃんが強くてなんとかなりそうですね。向こうよりもこっちの反応自体はちょっと弱めですけど。てか相手もね、土地今回の合わせ5枚ですよね、って引いたの。私6枚引いてますからね。7枚だったわ。7枚引いてるんで。まずいですね。聖戦士処理ないと多分負けますね、これ。聖戦士処理ないと負けだと思います。チトー君ガンガン回すしかないか。知能差の鍵ってまだ1枚ですよね。いや、2枚切ってるのか。あと1枚ですか。このあと1枚引くよりはしっかりと毎ターンクリーチャー展開していく方がいいかな。そうですね。それとも殴ってきますかね。殴ってきてくれるとちょっと楽になりますが、インジーでちょっとライフゲインをしましょうか。12、これインジーでチトー君探り続ければ勝てない。1234ブロックされの6点通って1、2、3回分12点ある。
勝ちましたね。勝ちましたね、多分これは。はい。演技で食って2点6点通して演技でチクって2点もう一回食って2点ですね。うん、勝てるんだ。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。5手分のこと以外は完璧なテフですね。1,2,3 の動きはできるんで、5手番以外は完璧なテフだと思います。まあ、5手前引いてるとか弱いんですけどね。とりあえず、闘技師ですね。出していきましょう。これは、消えく希望ですかね。うん。消えく希望だと思います。とりあえず先殴りから入ります。うん。ほい。10話のこと考えると、こっちなんですよね。うん。ジュアーではないらしい。トゲ平均とかも持ってますかね。ああ、萌え柄か。いや、これはケアしないんで、うん、どうしようもないです。無視で、無視。うん。ただ、こっから先、ゼロ序算とかがあるので、あんまり、なんですよね。フロリアン。通るんだ。でもな、消える希望とか持ってそうかな。うん、消える希望はまあ一番の時点で持ってると思ってるんで、うん、表現とりあえずフロリアンぶん殴りましょう。チビンの調達者よりいい動きはできるかもしれないので、あ、やっぱ消える希望ですね。それだと、黄金化とかもあるので、チビンで行きましょうか。最終的に処理するのすごいめんどくさいと思うんで、こっちで行きましょう。うん。アールンドの典型とかの可能性もあるか。そうですね。一応次のターンはフロリアンスタートがまっすぐいいですかね。うん。フロリアンスタートの、調達者殴って、5点。これは、なんか一瞬でゲーム決めれる可能性があるので、エドガーにしとこうと思いましたけど、これ、プレミですね。ああ。プレミですね。サイズ的には、アールンドの典型打たれて、反転典型する余裕は一切ないんで、今のところは。うん、典型打つしかないですよね。ただ、トランプルがあるんで、あんまこれはブロックしたくないと思います。まあ、こっちにいては止まりますけどね。あとは、還元する吸血鬼とかはガンガン展開していきたいかな。うん。怪物が出るまでの間に私は何とかしなきゃいけないんですよ、相手を。殴ってきたら、典型だと思います。これは、調達者だけかな？うん。調達者だけでいきます。ゼロ序。完全典型はないんで、うん。とりあえず調達者。赤でいい。うん。むしろ遮光管まで殴るべきでしたかね。そんな感じもしますね。これブロックしちゃいけません。5点オールなんで絶対に。うん。5点オール打とうとした形だと思います。今こいつらで殴られても死なないんで、放置でいいです。典型打たれたとしても放置ですね。うん。1,2,3,4,5,6,7。
で、調達者に対して点滅額、はい、土地引いたら血でめ、あー知能差多分使わないんで回します。うん、まあ社交化は全然いいですね。拾いましょう。2体とも殴りで、チトー君のあれで止まってる気もするので、はい、市民の調達者は出した方がいいと思います。ここはね、あとは、あーこれ凍結地置いても良さそうだな。うん、凍結地と、凍結地遮光か、いや地瓶、うん、さすがに地瓶です。エンド、チトークは2個追加だから、うん、記憶の反乱、これ多分相手視点普通に飛行が厳しいと思うんですよね。あとこのチトークン多分もう使えないんですよ相手、うん、これルーティングしてゼロ時段からチビンの調達者をなんとかするしか方法がないと思うんで、うん、これルーティングしてゼロ時段なり記憶の切り吹き棒なりを引きに行かなきゃいけないんですよ。うん、はい、でこうやってまあこいつバウンスしかできないんで、このままほんごんガン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 ね、こいつだけでなんとかする形で問題ないと思います。はい、まあ場合によっては増やせる可能性があるのでよね。さあもらって殴りに行きます。フルパンで問題ないです。うん、これボルダーレンの凍結地ダブルブロックは多分できないんで、一応キリが希望探しに行くっていう手段はあると思いますね。ここでルーティングして経由区希望探しに行きますよは全然ありな動きだとは思います。ただこれトランプラルンでそうだと勝ちますけどね。うん、そうですね。グッドゲーム、大変ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ見ていたらわかる通りね、基本的には、まあ横並びしていく形っていうか、まあ初動でちょっとダメージを与えて横並びしながら、まあこの辺の飛行トークンだったりとか、住民の調達者で詰めていくっていう形になるのかなと思います。はい。まあ全体事業が薄めっていうのもあって、まあアグロ環境っていうのもあってね、アグロ同士のミラーが多いってことで、全体事業が薄めなこともあって、横並び自体は結構戦略として、戦いやすいのかなと思います。はい。そして思ったより強かったかなと思ったのはエインジーですね。このカードの、まあサイズも でかいんですけど、それよりもね、意見下げて2点ドレインっていうのがめちゃくちゃに強かったかなと思います。はい。これのおかげで勝った試合もね、見ていただいたら分かってくれると思うんですが、まああったりとか、なかなか面白いことにはなったのかなと思います。はい。で、有利不利についてなんですけど、まず、緑は基本的に不利かな。うん。白とはなんかギリなんとかなる可能性あるんですけど、緑単は絶対っていうほどではないですが、まあ、8、2ぐらい。うん。で、不利になるのかなって印象があります。はい。白単とかって結局何するかっていうと、まあ、最短なんですけど、除去はあんま強くないんですよね。亡霊とかもいるんですが。ただ、緑単って、動きの過程で簡単に除去してくるんですよ、奴ら。はい。まあ、そういう、相手が横並びしてた除去してくるデッキ。まあ、白単も一応、そこには入りますけど、ただ白単に関してはね、まだなんとかなるので、うん。サイズも、初動はちっちゃいですからね。みたいな形で、うん。結構厳しい奴らは多いのかなーって印象はあります。はい。特に公共の野心家に5で引いたときは厳しいですね。知能差の鍵がないとほぼ負けっていうレベルかなと思います。はい。まあ、そうやったりとか、まあ、その辺のサイズのでかいアグロっていうのは結構苦手かなと思います。逆に、イゼットとかは、まあ、タフネスを3以上にする動きが結構刺さるっちゃ刺さるので、
そっちで動いていくのがいいのかなって印象があります。チビンの調達者とかもね、ガンガン出しまくってこいつにずっと対処し続けなきゃいけない状態を作るっていうと、まあ隣のカードで殴れたりとかみたいな形でできたりはするので、まあそんな悪くはないのかなと思います。言っといては、まあアグロで押せるかどうかですね。5点モールだったりとか、まあジェスカイジェスカイでドゥームスカウトが入ってなかったらなんとかなるかなと思います。はい。で、まあ逆に他に出てきた対面が何かっていうと、他のザッターデッキなんですよ。あのイゼットとかはまあせいぜい五分五分、まあ B、 こっちの方が B よりかなだったりとかで、セレズニアだったりとか、まあ白タン緑タンに関してはこっちの方が不利になるんですけど、ただまああの不利って言ってもね、ダンクリっていうのは多分緑タンだけで、白タンはギリなんとかなるかなと思います。で、それ以外のザッターはミッドレンジとか相手には非常に強いですね。はい。あの全体的には入ってなかったりとか、そういうデッキに対しては非常に強いかなと思います。まあただオルジョウコンだけがちょっと厳しいかな。こっちがクリーチャーの横並びデッキっていうのもあったりとか、まあプレインズウォーカーとかも出せないってことね。オルジョウコンとかが増えてくるとちょっと使うのはやめた方がいいかなと思います。はい。まあ掃除で掃除した感想としては、まあ今回のね、新規追加で結構強くはなったんですが他の敵はバグり散らかしてるせいであんまり活躍ができてないのかなと思います。またね、吸血鬼ってティア1のデッキっていうのはほぼないんですよ。うん、私もこれがティア1になるとは思ってないっていうのもあって、そういうデッキはほぼないっていうの で結構ね、個人的な趣味が結構多大に反映されるデッキかなと思います。例えばスペルちょっと多めにして、まあ赤敵対者でスペル打てるようにしたりとか、まあ本当にね、いろんな種類のデッキがあると思うので、はい、ユゲバ使ってみてほしいかなと思います。はい、というわけで本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。まあ次回もよろしくお願いします。ではー。